不久前，为防止机密情报泄露，日本政府禁止政府官员使用 TikTok 一事在日本民间引起热议。日本民众表示支持政府禁止政府官员使用的同时，认为 TikTok 正在收集用户的个人情报并传给中共，日本国民都应该杜绝使用该软体。大いに賛成。基本的に中国っていう国の考え方が必ず 国ってにの企業個人関係なく全部情報を出しなさいっていう国でしょ。個人情報っていうのは日本の国内ですごく大事にされてるもんなのに、日本で発祥したアプリもいっぱいあるのに、なぜ中国製のアプリ使うのって。情報漏洩もそうなんですけど、そもそもメディアリテラシーが備わっていない人たちがそうやって発信するということ自体が危険だと思うので、それも含めて、やめた方がいいんじゃないかなとは思ってます。日本神户大学大学院教授森井昌克认为，并不只限于 TikTok， 与中共有关联的众多社交媒体都对他国的安全保障造成威胁。TikTok も、WeChat も、同じようなものなわけですよね。やはり中国政府の管轄にあって、サーバー自体が、中国にももちろんありますので、それで情報収集される可能性はあるわけなんですけれども、その可能性があるということで、政府としてはやはり考えるべきだと思いますけれども。森井昌克教授还说，不仅来自中国的商品存在安全隐患，一些日本制造的商品中使用中国制作的零件，这样的商品也同样具有安全隐患。見かけ上日本の製品であっても、その内部的にはですね、中国の、半導体だとか装置みたいなものが入っているわけですよね。ですから、そういうものに関してやはりちょっと危惧するところはあると思いますけれども。如今越来越多的日本人意识到了中国商品在个人安全方面存在的危害，随着 TikTok 的危险性被曝光，今后日本人对中国商品的依赖程度是否下降引发关注。新唐人电视台日本记者站采访报道。